上級宅のチケットがないのでイベントチケットを打ちます。まあ、トンプーかな。本当は上級宅だけずっと売っていたいんですが、チケットがなかなかもらえないのでイベントを売っていますが、イベント自体にはそんなに興味がないし、イベントだとトップがプラス小さくて4茶がマイナス大きい、やや不利なんで、まあ消極的です。トラ9ピンのなんちゃ、ちょっと分かんないですね。1打目言いそうか、1打目正直迷いました。トラ9ピンなんでこう持ってますが、あんまりまあ裏目ったし、まあベタ折りでいいかなと。ツモが伸びない限りは、進めてはいますがかなり消極的な気持ちで打っています。ドラ9ピン、まあリーチドラ1、リアンウーピン持ってきて、まあシャンポンリーチでいいかなと。郵送 Q1 の、ただ Q1 が1枚出たんで仮点かな。リアンウーピンから入ったら仮点で、ソーズが両面になったらリーチかなと。 C1 なんか入ったらもう即リーですね。あ、こうなるか。ちょっと分かんないですね、この1曲。上はピン付け、右、左の親は、左の親は分かんない。まあ、チーワンがちょっとないんで、チーワン捨てます。まあ、ピン付けに一見見えますね。上もまあ、ピン付けでしょう。ドラは切らないと。まあもともと最初裏目ってこの曲はそんなに攻めようとも思ってないんで打ち回しています。どうしても攻めたい、上がりたい曲だったらドラ押すっていう選択肢もありますが、一応イーシャンテンですね。数層あたり引けばトラ短期で、おっ、ソーズが全部あたり。キューピンは実際通ったと。ただションパイのドラなので、まあ切らなくて回していいんじゃないかなと個人的には思います。親なので上がりを目指して、パー1ドラですけど Q1 いらないですね。ソーズの本一と単純な4面ツ1ジャントを目指して、まあ白から切ろうか。リーチドラ1を目指して、パーピンが3枚切れなんでピン図がちょっと使いづらいです。右はピン付け、上もピン付け、左もまあピン付けと一応見て
何か捨て灰が匂うものがあれば、一応イーシャンテに取っといて、まあ貼ったら3ピンでもリーチ、まあいっか、広く広く取るか。左はトーンポンしてこの捨て牌リーチ、ルーピン4枚パーピン1枚、ハップ4歩42歩50歩リャンハンは残2です。あ、親なので4パチです。トラを切っている。トンドライチ、左トンドライチが見える。私が4茶になってトップまでは7000点差。いや、ひどいハイパイ。まあ八百中片付けてる間に面単品なり手役が見えてくるかなと。こんなピンポイントに残り一つの自牌引いてくるか。ペーチャ、右変速手の匂いします。マンズ臭いですね。上はピンフケ、左もまあピンフケで1,2,3泣いてるんでちゃんたかなと。あとは後付け自敗など。ちょっと上がれる気しないですね、この私の手格好とハイパイ。1,2,3 の3色か。ピンズの1,2,3は切らない。上はウッパッソは一応警戒します。4と9の間4件のウッパッソはまず見て、あと何か危険に思える筋を探すと。ちょっと難しいな。9層かな。いや、結構厳しいですね。ちゃんと折り切れるかなって感じです。ここはベタ折りに徹して、1,2,3とドラ、ちょっと予想以上に高いですね。トップまで満貫上がればトップ。この手を8000見るにはピンフ3色ドライチとか、自敗使うと8000見えないですね。いや、でもいらないな、こんなペン3-1。3人ともピンフ系。
ドラは言いそう。リーチ、イーペーコー、赤市、裏市あたりは見えます。ルーアンにくっついて1,2 落としてリーチ、イーペーコー、赤裏一つ。これは、あ、今左の人イースを切ってくれたんで合わせ打ち、これは切れないと言おうと思ったんですが、左に助けられたイースを、右はトップ確定のタンヤオ、上もピンズ泣いてますがタンヤオが濃厚。トンなし、ハクチュンなし、ハツなし、自敗はもうなさそうです。チーピン私捕まってましたね。手が進むと数ピンかチーピン出ていく形してたんで捕まっていました。まあ、成績も下降気味と。まあ、5段はキープしたいですね。上級宅で打つっていうことを考えると5段キープできればまあその他は二の次かなと。本当は段位認定戦をずっと打っていきたいんですが、以前みたいにログインするとチケット1枚という感じじゃないので、まあ、MJ も少しこうペースが落ちてます。撮影ペースがチケットもらった時だけ打つみたいな形で、やや天砲の方がいつでも打てるということで最近はそっちを打っています。まあそんな感じで、今日は大晦日だと思うので、皆さんも、なんだろう、何か、のんびり、お過ごしている、またはお仕事されている方もいると思いますが、12月31日、明日は、正月、今年一日、最後の一日なので、ごゆるりと、良いお年をお迎えください。今年一年も、最初、年の最初に思ってた、1年間とりあえず続けていればもう100点と、十分満足と、プラスアルファ、今までない、やってないことをさらにできたら OK という感じで、皆さんのおかげで楽しく1年間動画、YouTube できました。また来年も基本は変わらず、続けていれば OK なんですが、地道に、麻雀好きだけに楽しんでもらえる。麻雀興味ない人はもう、どうでもいいと。麻雀好きな人にだけ楽しんでもらえれば、もうそれで十分なチャンネルなんで、来年もよろしくお願いします。今年一年お疲れ様でした。良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。